もいもい、アスクラピア東京です。こんにちは、よろしくお願いします。さあ今日は歯医者も知らない、はい、本当は全く必要ない奥歯の入れ歯治療、なぜ歯医者はそれでも入れたがるのかということでやっていきたいと思います、はい、歯が抜けるとね、なんかブリッジしなきゃいけない、インプラントしなきゃいけない、入れ歯しなきゃいけないとか言ってね、いろいろ入れられるわけなんですけど、入れられちゃうわけですよね、はい、これ使わねえよなんて経験したこともあると思いますよね、うん、今日はそこの闇について闇についてね、解説していきたいと思います。よろしくお願いいたします。アスクラピア東京は歯に関するさまざまな疑問を歯科医師目線、経営者目線で発信していくという歯のバラエティチャンネルでございます。有益な情報をどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。歯医者も知らないということなんですけど、実際何を隠そう、我々が知らなかったというかね、今回水曜日の朝です、はい、YouTube を撮る、もう本当にその日の朝です、はい、YouTube 撮ってるのは診療が終わってから、そうなんです、ちょっと疲れ気味、疲れてるのないって言うなよ、疲れいや、もうあの逆に盛り上がってきてますよ、ね、もうそんな日にですよ、我々朝診療の前1時間ぐらい前に集まってですね、はい、論文を読んでるんですね。そうなんです。で今日はその論文の中で、私の友人と言っていいんでしょうか、もう私の尊敬する中井先生の論文もね、うん、紹介させていただきたいと思いますね、はい、これ難しいです。欠損補欠の際です。欠損とは何？かっこいいですね。めっちゃかっこいいよ。その先生がこの歯を失うこととは何かっていうのを歯医者に問う。歯がなくなったから入れ歯入れましょうって自動的に我々やってるんですよ、うん、自動的に我々やってるんですけど、待って待って、先生それ本当に意味あるのっていうのを、歯科医師会の論文集があるんですけど、歯科医師会の先生に向けて、専門家の人に向けて投げかけた、すごいな論文なんですね、まあ、そもそもなんですけど、これ欠損ってのは病気なのかな。病気ではないですよね。状態ですよね。おお、なるほど、深いですね。状態っていうのはどういうことですか。病気っていうと、でも、うん、口の中でパッと思いつくのは虫歯とか、うんうん、歯周病とか、うんうん、まあ、割れちゃったりとか歯がね、うんうん、そういう、まあ、病気っていうか、まあ、そういう病的な状態だと思うんですけど、うんうん、じゃあそれと比較して、はい、この歯がなくなってるって状態のは病気ではない。病気ではない。病気が治癒した状態。そうですね、治癒した状態っていうことなんですね、うん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 、だからそれ自体は別に病気ではない、はい、じゃあその病気って皆さん結構使うんですけど、うん、じゃあそもそもその病気っていうことをこれ書いてる論文なわけなんですけど、うんうん、そもそもじゃあ病気と反対の言葉って言ったら健康ですね、うんうん、じゃあその健康の定義についてもちょっとおさらいしておきたいなと思うんですけど、はいはい、皆さん健康健康っておっしゃるけど、うん、じゃあ健康の定義ってどういうふうに世界的に定義されてるかっていうと、ドクター・リンの得意なところだと思うんですけど、はい、有名なあれです、有名なあれですよ ね、 すよね、はいはい、国家試験にも出るあれですよ、はい、皆さん学校で授業でやってるはずです。おお、またさらに煽ってきましたけど、いや、じゃあ答えられないわけないよ、ね、ちょっとちょっとちょっとWHO の健康の定義、はい、世界保健機構ですね、はい、そうですね、精神的にも肉体的にもそして社会的にも全てが満たされた状態、全てが満たされた状態、そうですね、はいはい、病気ではない、あるいは弱ってないっていうことをということではない読んでた病気であっても健康の場合はある。私病気だけど健康です。そうですね。でこれ別の研究であると、スウェーデンの研究なんですけど、もう本当に 75% の人が病気であっても私健康ですってこう宣言する人がいるぐらいね、その諸外国ではそういった健康の定義っていうのがが我々とはちょっと違うところがあるんですけど、うんうん、でも実際にね、このじゃあがんが見つかりましたって、これ確かに病気ですよ。でも健康に生きてる方もいらっしゃる、はい、もちろんいらっしゃるし、はい、楽しく過ごしてて仕事もしっかりやってるって方もいらっしゃると思うんで、だそういった方っていうのは病気はあるけどこれっていうのは健康だということですね、はい、非常に面白いですね、うん、じゃ あの健康っていうのをちょっと我々定義したところですね、はい、じゃあこれ歯がなくなったから、はい、じゃああなたは病気ですかっていうことなんですよ、うんうん、違いますよね。違います、うん、先ほど大ちゃん先生が言ったように、これ歯がなくなったっていうことは病気の延長線上でこう慢性疾患があるわけですよ。お口の中で言ったら歯周病だとか虫歯だとか、うん、はい、それに続く状態が欠損だっていうことです。その状態のことを指しているだけなので、別に欠損があったとしても健康になれるんですよ皆さん、うんうん、欠損があるから病気じゃないです。欠損が入れたらもうなんか入れ歯入れてなんかこんな猿グッズみたいな入れて無理して生活する必要なんてない、はい、かもしれないですね、はい、かもしれないかもしれないまだかもしれない必ずしもそうではないんですけど、はい、でも必ず入れなきゃいけないっていうステレオタイプはここでちょっと皆さんに脱ぎ去ってほしいですね、うん、これ歯医者さんもそうなんですよ、うん、もう欠損ができたら入れ歯を入れなさい、私言われました、うん、もう1年目、うん、2年目も言われましたよ。もういや、なんなら大学病院でもそうでしたね、欠損を見たらとりあえず入れ歯を入れなさい
あ、なんか入れなきゃみたいなね、もうちょっと穴があったら入りたいみたいな、穴があったら埋めるみたいなことをやってたわけなんですけど、はいはい、いや、そう、それはちょっと違うんだよっていう一石を投じるね、お話なんです、はい。じゃあ、この病気の状態なんですけど、うん、病気の状態っていうのは実は2つに分かれてるんですよ、はいはい。これちょっと難しいので、バババッといきたいんですけど、はい、要はディジーズとイルネスですね、はいはい。これもうさらに難しくなってますけど、はい、ディジーズって簡単に言うと、もうなんかもう悪いものです。そう、悪いものですよ。もう専門家が見て、これは悪いよ、うん、これほったらかしにしたらこれダメだから、うん、もうどん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 他の組織が悪くなるから、入れば入れなきゃダメだよ。それがディジーズです。はい、はい、じゃあこれイルネスっていうのは歯の欠損ですね。はい。ないです。まあ要は日本語で言うと、まあ、病ってことですけど、はいはいはい、これは専門家っていうよりは患者さん側っていうか、そうですね、患者さんが困ってる、うん、困ってる状態でね、はい、もう私病んでるんですよ、うん、もう患者さんが治療してほしい、うん、機能回復したい、でこういう強い思いがあるのがこのイルネスですね。で、我々が治療しなきゃいけない、入れ歯治療しなきゃいけないっていうのはどういう時かというと、これ専門家が見て入れ歯を入れないとあなたこれ機能障害があります、うん、そして患者さんもやりたいですよね、うん、この2つが重なった、うん、この重なり合った時だけが唯一入れ歯の処置をしなきゃいけない時なんですよ。すごくないですか。そうです。だから皆さん欠損があるから入れ歯を入れてるって、これ自動的にやってます。みんなそういう風にやってるんじゃないですか、うん、でこれをだって司会で発表してるってすごくないですか。すごいですよ。もうだって欠損見たら入れ歯入れろって習ったもんね。そうなんですよ。だからその思考停止なルーティンをやめてくださいってことですよね。いや本当ですよ、はい、じゃあそうなんですけど、これ非常に難しいところなんですよね、うん、じゃあ翻って我々がいつもお世話になってる、ね、健康保険ですよ、素晴らしいですね、保険でお願いしますとか言ってね、もう素晴らしい保険制度があるんですけど、うん、実はねここにもいくつか欠点あるんです、はいはい、まず健康保険っていうのは病気にならないと見てもらえないんですよ。そうなんです、うん、で最近ごくね、一部予防歯科とかって言って、うん、この歯が虫歯、歯周病になる前に歯医者さんで見てもらえるっていう制度も少しずつ出てきてはいるんですけど、うん、じゃあこと欠損に関して歯がなくなった状態の人に対してはほとんどないと言って、うん、等しい、はいはい、で歯医者さんは定数になることしかやっぱりこれ商売ですからね、うん、やらないですよ、はっきり言って、うん、ですので欠損を見たらとりあえずもう型取りをします。これは病気ですって、うん、MT っていう病名、うん、MT 病名ですか。そうなんですよ。 MT って何のやつですか。ミッシングトゥースですね。そうですね、ミッシングティースじゃないですか。ティース、ね、あ、まあ、ちょっと文献にはトゥースでした。まあそういう感じで欠損を見たらもう本当に自動的に一死なんですよ、はい、でこれ点数が入る。でこれやらないと欠損した人だって我々点数にならないですから、うん、欠損を見たらとりあえず入れ歯入れましょうっていうのは私に習いました。まあそれにその治療に意味あるかないか別なんですよ。で、あの欠損があって我々が健康保険で与えられる治療のオプションってインプラントできないじゃないですか、はい、うん、どういったものがあるんですか。ブリッジと入れ歯ですよね、はい、これやっぱ症例によって使い分けたりするんですよ。そうですね、うん、もう私が最初に習ったのは、あなた点数が多い調子からしろ。いや、ブリッジの方が高いんですよ、点数高いですね。だからもうこれブリッジの適用じゃないと思うんですけど、先生バカ野郎みたいな。バカ野郎ですよ。まずはブリッジ入れてからもらうよみたいな。後からね、入れ歯改造すればいいんだよ。あー、なるほど。ってことはちょっと言われたことはもう正直あります。なるほど。でもこれは健康保険の良くないところですよね、うん、こっちさえ と言いますといや、やっぱその点数化されるので、うん、点数取りに行こうってなって医療を置いていかれるじゃないですか。いやー、そうですね。そうなんですよ。そっちがファーストに来ないっていうのがやっぱちょっと良くない。いや、そうそう、そもそもね、それ入れ歯入れるか入れないかの議論の前にもうそもそも入れ歯入れないと我々生活できないっていうちょっと後ろ側の部分もあって、で結果もちろんね、これちゃんと審査診断しなきゃいけないっていう体裁は整ってるわけ。はい、お手つじ診断料みたいな、はい、そういう点数とかっていうのあるんですけど、うん、でもまあ基本的には全自動でやられてるところが私は多いんじゃないかなっていうふうに思います、はい、さあ今日ここからがいいですよ。もうチャンネル移動しないでね、はい、ぜひここに留まっていただきたいなと思うんですけど、はい、この入れ歯を入れなきゃいけない欠損ができた場合っていうのは、うん、健康保険ではどういう方法があるか、まあ、ブリッジができないだけなんですけどね、はい、例えば奥歯の方に4本歯がなくなっちゃいましたという場合はどういう方法が考えられるんですか。入れ歯しかないです。何かを入れるとしたら、はいはい、ああ確かにね、確かにね、うん、でもじゃあ何かを入れないってことなんですか。ありますあります。何も入れないですね。え、何も入れない。欠損があるのに入れなくてもいいんですか。入れなくてもいいんです。ああ、それどういうことですか。一旦噛めるかちょっとそのままやってみましょうでもいいかもしれない。確かにね。でこれがショートンデンタルアーチって言われてるんですけど、はい、ちょっと難しいかもしれないけど SDA ってところです、はい、でこの CRPD って書かれてるのがコンベンショナルリムバブルパーシャルデンチャー、要はいわゆる今まで普通に使ってた入れ歯なんですけど、これは治療後の患者様の満足度を表した
そんなグラフなんです、はい、でこれちっちゃいほどこれグラフの数値が低いほど満足度が高い治療なんです、はい、高い方がこれ長い方がいい治療じゃないですよ、うん、低い方がいい治療なんですよ、うん、皆さんご覧ください。どうですか、入れば入れた場合の方が入れば入れなかったよりも患者さんの満足度高いんですよ。何のためにやってたんですか。でも私、まあ、なんとなく知ってましたけどね。なんとなく知ってるじゃないですか。入れは大好きな人とかって。患者さんに喜んでもらう術は知ってますけどね。うん、考えさせられますよね、このグラフ。いや、もう、衝撃。まあ、でもこれを裏付けるような研究っていうのは他にもあるよって、この論文では紹介されていて、はい、例えばこれ、欠損のままと、これ、入れ歯を片側に、ね、2、3本入れたケース、ね、片側の歯が2、3本なくなっちゃったケースで、私、入れ歯入れてるんですけど、髪にくくて結構外してご飯食べてるんですよって方多くないですか、ね、多くないですか、多いですね、これね意味ないかもしれない。そうなんです。っていうことをこの論文で言ってるわけですね、はい、意味ないとは言わないですけどね、うん、まあ、これ患者さんの満足度で言うとってことですけど ね、効果に差はなし、はい、あんなに苦労して、ね、バネがかかるとこちょっとなんなら削ったりとかしてやってるのに、はいはい、差がないは勘弁してくださいよ。そうなんですよ。つけてた時と差がないってどういうことですか、大ちゃん。そしたらみんなつけなくなりますよね。そうですよ。で、そこでさっきの裏の話に行くんですよ。じゃあ、なんで入れてたんですか。いや、入れないと点数にならないんです。そうなんですよ。バカ野郎。それでいいのか、それでいいのか。ダメですよ。まあちょっとこれは極端な例ですけど、ね、まあ、そして両足ユリタン技師のこのケース、両足、まあ、4本から6本ですよ、うん、結構歯ない、結構歯ないよね、うん、で、これ、何この入れ歯を入れた場合と、うん、そのままの場合で、うん、効果に差はなし、なしなんです。しかもこれさ、1980年とか1970年とかね、全然材料とかこう作り方とかっていうのは確立されてないその頃の論文じゃなくて、2019年。そうなんです。結構ついこの間です。ついこの間だよ、中井先生2020年だよ。そうなんです。じゃあまあここからはもうケーススタディでね、皆さん一緒に勉強してこれで終わりにしていきたいと思います、はい、これはね、まあ、歯がだいたいこの親知らずを除くと28本ですよ。はいはい。だから親知らずって言うとこれどこに当たる、どこら辺なの、一番上ですよ。そうです、斜めに生えてるのが親知らずなんですけど、うんうん、まあ、だいたいこの親知らずを、うん、まあ、親知らず、欧米なんか言うと32本あったりする、はいはい、でもまあ我々は28本で治療しましょうっていうことがほとんどなんですけど、はい、じゃあ患者さん来ました、はい、大ちゃん先生直して、で、はい、口を見たらこんな感じ。わー、腰のところがまあこれ8本歯がないわけですね、はい、これいわゆる健康保険でやってるところですね、はい、まあ、私 もう昔そうだったし、まあ、はい、でも作っちゃうかもしれないですね、はいはい、でもこれどうしますか、これ普通だったら全自動でまあ上下入れ歯ですよね、うん、まあ、大事なのはこの方がまず食事噛めないって言われたらもう入れ歯です、うん、もう挽回と。そうですよ、さっき皆さん覚えてますか、覚えてますか、歯がなくなって、で、まあ、それ自体もこれで機能障害が起きてたらディジーズですよ。そうなんです。でもこの患者さんが、私がこれイルネスですね。そう、イルネスですよ、はい、病んでたらもうこれ食べない。口開けるとき歯が見えてとか、まあ、入れ歯のね、あの機能回復の中には見た目っていうのも入ってますから、うん、見た目っていうのも立派な入れ歯を作るモチベーションであっていいんですよ、皆さん、うん、で、そういうのがじゃあ私気になってるんですって言ったら先生は入れ歯を入れます。で、じゃあこれこの人が例えばこれ検診とかで来てさ、うん、はいはい、でこれこの状態で来て全然困ってないですみたいな、うんうん、全然困ってないですって言ったらどう、うん、もう入れないです、何もしないです、うん、でこれで困ってなければこれ入れなくてもいいんですか先生。入れなくていいと思います。まあ、でもリスクは説明しますけどね、うんうん、でこれで無理に入れば入れちゃうとどういうことか、結局まずまあ患者さんは不快感が増えると思うんですよ、うん、困りますね、うん、でもまあ歯のためだったらってだってなくても噛めてたのに、うん、入れたらなんか汚れは溜まるし、うん、汚れが溜まるともしかしてなんか他の病気も冷却されるんじゃないですか。もちろんです、歯周病にもなるし虫歯にもなります、うん、最悪じゃないですか。そうです、これあくまで患者さんが機能障害とか訴えてなくてもうこうあんまり強い要求とかがなければやらないこともあるってこと、うん、はい、基本的には入れた方がいいよって説明は、まあ、するかな。あ、もちろんそうですね、うん、はい、でもしないっていう潔い選択肢も我々は結構最近は取ることがありますね、はいはい、お二人これどうですか、これちょっとまた話変わってくるよね、うん、少し手前のちっちゃい歯も悪くなってきたよっていうところなんですけど、はい、まあ、以前の論文読んでる状態だと、まあ、ちょっと噛み作った方がいいですよって言うかもしれないんですけど、うん、まあ、今だとまずどうですか
まず聞くっていう、困ってますか、イルネスがあるかないかねっていうのを聞くかもしれないですね。でこれはすごい難しいところで、これ我々もう経験的に知ってるし、これ論文的にも知ってるんです。これだけ奥歯がなかったら入れ歯を入れた方が残ってる歯が長持ちをするっていうところなんですね。このラインがどこで分かれてるかっていうと、奥の太っちょな歯ではなくて、その手前の歯のところまで欠損が及んできて健康な状態でなければ、これは入れ歯を入れた方がお口の中全体としては健康を維持しやすいっていうデータが実はあるんですね、はい、ですのでこういったさっきのもうインパクトのあるこれで明らかに入れた方がいいでしょっていう歯がなくなってる時、まあ、確かにこれは入れた方がいい、うん、入れた方がいいけど、患者様が本当に嫌がってたら無理して入れるべきではないと思います、うん、でも手前のちっちゃい歯が悪くなってきた時、はい、こういった時とかっていうのはこの残ってる歯とかっていうのがもう負担がかかりすぎちゃって、で揺れてくるとか、そういったこう歯周病がもう増えてきちゃったりとかっていうリスクも出てこなくはないので、うん、まあこういった場合に関しては積極的にも患者さんにこれは入れ歯を入れていかなきゃいけないケースなんでって強く組み込んで説明し始める、このラインがこの小さい小臼歯を失ってきたっていうところなのかなっていうふうに思います、うんうん、はい、そういうわけで入れ歯ということで今日やっていったんですけど、いかがだったでしょうか、はい、意外と歯がなくなってね、1本だったら入れないけど2本だったら入れなきゃダメですよとかっていう説明もあると思うんですけど、いやいや待てよ、実はそうでもないよなっていう、まあ、我々の、まあ、ここ一つの論文を読んで、そして思ったところを個人的な意見として配信させていただきました、はい、いかがでしょうか、はい、いろいろな意見もあると思いますが、ぜひ温かめな意見をいただければ幸いでございます、はい、それでは次の動画でお会いしましょう、さようなら。